私より上級生の皆様から誕生日プレゼントということでもらった品で、買いだめしてるやつ持ってきたんですけど、コンビニ行きますよ、行かせてコンビニぐらい。電車とかでも音楽聴いてなくてもノイズキャンセリングにしたりして自分の世界に入ってます。愛月ひかるです。今日は私のバッグの中身を紹介します。今日持ってきたバッグはフェンディのピカブです。前違うこういう企画でもピーカブ持ってきたんですけれども、やっぱりすごく使いやすくて、私結構気に入ったものは何個も買うタイプで、でもこれが実は初代のピーカブで、すごく革が柔らかいのとシルバーなので結構いろんな服装に合わせやすいので気に入っていて、長いこと使ってるのでちょっとくたり感も出てきてます。じゃあ早速中身を出していきたいと思います。じゃあまず最初がサングラスです。ケースは結構昔のセリーヌのケースなんです。中身は全然違くてフェンディのサングラスなんですけど、これもちょっと前のデザインので、でもすごく気に入ってます。眩しいので日中は絶対カバンに1個サングラスは入れてます。日差し対策ということで、まあこれは欠かせない、まあ、日傘ですね。普通に楽天で買った遮光性の高いものを使ってますけど、もう結構ズボラでめんどくさいんで、もう最近ケースとかには入れずにこのまんま持ち歩いてます。じゃーん、これは本当に最近購入した草間彌生さんとルビトのコラボのもので、私草間彌生さんのこのかぼちゃが好きで、ドットというよりも今回これがまたコラボで出るって知った時も、もう絶対買おうと心に決めていて、で結構その前に使っていたお財布が長かったのでいい買い時だなと思って、中がピンクなんですよ、それがすごい可愛くて、はい、お気に入りのお財布です。まあ、これは前と変わってないんですけど、十何年愛用しているルイ・ヴィトンのキーケースです。これもずっと愛用してて、へたらないのが逆にすごいなと思っているんですけど、多分私これ一生使うんじゃないかなって思ってます。お買い物した時とかに荷物が増えた時も使えるようにエコバッグを、はい、入れてます。これもすごく結構サイズが大きくてお気に入りです。あとは暑いのでお扇子も持ち歩いてます。これはマルニのなんですけど、星組時代の同期生のゆめきあんるちゃんがマルニの扇子にここにラインストーンをつけてくれてて、ちょっと街中で使ってるとあの人ストーンついてるよって感じなんですけど、でも結構柄可愛くて1本あるとすごい便利なんで愛用しております。クリップですね、アレクサンドル・ドゥ・パリのやつなんですけど、こちらは星組生で最後のお誕生日を迎えた時に、私より上級生の皆様からお誕生日プレゼントということでもらった品で、その時はねまだバリバリショートカットですけれども、髪が伸びたら使ってねって言っていただいたもので、最近ようやくクリップがギリギリ使える長さまで伸びましたので、ちょっと止めたい時とかに使っています。ロングにする願望は全然ないんですけど、今ちょっと試しに伸ばしてるって感じで、でも多分これぐらいの長さが一番気に入ってるので、結べるボブがいいかなと思って今はそれを保ってる感じです。次はまあおなじみフェイラーのハンカチはずっと好きなんですけど、このレースがすごい可愛いんですよ。フェイラー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 って入ってるんですけど、これも最近購入したお気に入りで愛用してます。携帯ですね、ボナベンチュラのケースを使っていて、これは中がこうちょっと紫になってるんですけど、ずっとボナベンチュラですね最近。でもやっぱり一番こう手帳型がなんか挟みたいなっていう時にいろいろ挟めるので、絶対手帳型に戻ってしまう傾向があります。まあ一応日焼け止めあんまり好きじゃないんですよね本当は。だけどさすがにもう最近の日差し恐ろしいじゃないですか。なので腕とかにこれはスプレータイプなのでシュッシュッシュッとできるのでこれ使ってます。これもなんか同期生にもらったんですけど、すごい匂いがいいのでそういう時期ですので一応入れてます。そうですね、これは充電のバッテリーですね。これすごくって2回分できるんですよ。イヤホンももちろん必需品で常に入れてるんですけど、イヤホンの入れれる USB もついてるし、1回分 100% 充電できるのですごい充電も早くてお気に入りの商品ではあります。はい、イヤホンはソニーのものを使ってて、ずっとエアポーツ欲しいなと思ってたんですけど、ノイズキャンセリング機能が一番評判が良かったのがその当時これで、なのですごい外の音をシャットダウンするのがこれすごくって、電車とかでも音楽聴いてなくてもノイズキャンセリングにしたりして自分の世界に入ってます。
電車しか乗ってないです。むしろ逆にこれで外の音シャットダウンして電車に乗ってます。Amazon Music とかのおすすめのやつ聞いたり、ピシャルヒゲダンディズムは好きなので結構聞くこと多いです。普通に宝塚の曲聞いてる時もあります。宝塚の曲普通に iTunes とかで買ってアルバムで入ってたりするので、そういうの普通に聞いてたりするので、もし何か不具合があって音漏れしたらめっちゃ恥ずかしいなと思ってたまに電車で聞いてる時あります。それこそその自分のじゃなくて、おささんの時の不滅のトゲのアルバムとか、その当時再演する時におささんの歌を勉強したくて買ってて、それを普通に感激してるような気分で聞いてたりとかいうこともあります。コスメをポーチに入れるとかさばっちゃうので巾着に入れてるんですけど、一応まあリップとかヘアゴム、この長さだともう鬱陶しくてすぐ結びたくなるのでヘアゴムとか、あとグロスですね、あとディオールのマキシマイザーとか、これはシャネルのチークにもリップにもなるやつ。私結構本当に色が白いので血色悪くなるとちょっとチークだけ足したいなって外でも思う時があるので、これを入れてます。最近ファンデーションはほとんど外出先であんまり直さなくなったので持ち歩いてないです。クリームはこれはもう結構ずっと使ってるエルメスのリップなんですけどこれはずっと愛用してます。ここが気持ちいいんですよね、マグネットになっててカチッって止まるの。これはずっと使ってます。あ、お菓子梅干し系のお菓子が大好きで、これ今日梅練りなんですけど、暑さで全部梅練りがくっついちゃってるっていうあと男梅系も大好きで、絶対梅のお菓子が何かしらはカバンに入ってます。あとは、まあ、グミも好きで、ちょっと前から結構ハマってる粒グミ、これ最近売ってないんですよ。買いだめしてるやつ持ってきたんですけど、このプレミアムの濃厚ぶどうが一番美味しくって、これはよく食べますね。え、粒グミ、粒グミコンビニにもあるし、コンビニ行きますよ、行かせてコンビニぐらいこれもボナベンチュラなんですけど、コインケースって形なんですけど、私は結構外出先でピアス外したりした時とか、ちょっとした薬が入ってたり、すごくこのサイズ感が使いやすくて気に入っていて、だから結構人のプレゼントに使う時も多いです。で最後が、はい、ちっちゃいポーチ。このポーチはこの間誕生日に保証大さんからいただいたんですけど、すごく使いやすいサイズだからって言っていただきました。ちょっとしたサプリメントとか目薬とか、それこそちょっとしたのど飴みたいなやつとか、フリスクみたいのとか入れたり、足が大きいのでこの夏場何のサンダル履いても靴ずれが起きるんですよ。でも外出先で絆創膏買うことが多すぎて、最近ちゃんと持ち歩くようにしてて、キズパワーパッドが入ってます。以上です。どうでしたでしょうか。本当にいつも結構バッグに入れるスタメンたちで、今ミニバッグ多いじゃないですか。ミニバッグ多いのに絶対長財布派なんですよね。結構長財布が入る程度のミニバッグしか持てない人だし、結構こんな感じで入れてることが多いです。皆さん見てくださってありがとうございました。10月は、後半は、浅香真人さんのコンサートやパパオヨカさんのコンサートに出演させていただいて、久しぶりに宝塚時代の男役っぽいことをさせていただくと思いますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。